年配の域に達した吉田照美教授。年配っていうよりももうジジイですけど年配っていうのはもうちょっと若いやつだ、ね、はい、そして吉田照美教授と、水谷香菜アナウンサーとで、しかない。今多分伊藤さん迷ったんですね。迷ったね、はい、年配でちょっと気を使ってくださるんです。あることないことを喋って皆さんの品縮を買おうという、はい、番組でございまして、それにしてもまあパラリンピックには驚きますね。すごいね。いやもう目が鱗というか、我々健常者はちょっとしたことで不満を言い過ぎてるかもしれないっていう反省までしちゃいました。私胸がいっぱいになりました。でもよくぞまたオリンピックに続いて日本の選手が金も取ってくれたし、銀も取ってくれたし、銅も取ってくれたし、入賞もしたし、すごいですよ。でも一番びっくりしたのは卓球、エジプトの選手、両腕がなくて、はい、どうやって卓球をするのか。それは僕は拝見してないですね。口にラケットを加えて足にピンポン玉を挟んでトスしてサーブするという、これには驚きます。神業ですね。神業ですね。人間よくそこまで、だいたい足でもあのピンポンの球を掴んで、そう、放り投げるわけですね。そうそう、ポーンと。それの得得する技術っていうのは相当、それだけでもすごいですよね。ラリーするところを見てごらんなさい。ちゃんとカットして打ってますから、パチパチ。いや驚いた驚いた。いやだから無限にその可能性っていうのは頑張ると報われるっていうことをそれは感じますよね。僕らすぐ諦めちゃうってこと。そうそうそう、まあ向いてないとか、そもそもやりたくなかったとかなんか言い始めて、そうなんだよね。文句言いすぎてますね。いや開会式はもう遠いなんか昔のような気がして、最近スピードが早いなと思いつつ、ね、そうですね、まあ、本当にいいところをこれからも見せてもらいたいななんて思っておりますけれども、さて捕まりましたよ硫酸男。いやあれは結局なんか関係がある男だったみたいですね。どういうところからそれを割り出したのか知らないんだけど、すごいですね。でもあれやっぱ防犯カメラでしょ。あれがやっぱ最大の力を発揮して犯人逮捕ってことになったわけじゃないですか。それどうしてその硫酸を引っ掛けた方の男性との関係が分かったのかね。分かったのでもやっぱりどこの会社にいるやつかとか、今いなくても前どこの会社にいてっていう背景を調べたら一致したんじゃないですか。その会社が先輩なんですよ、かけたやつが。違ったっけ会社の、ね、先輩がかけた後輩に。なんか赤坂見つけあたりからあのつけてたんでしょ。なんか硫酸持って歩いてる男がいると思うと恐ろしいですね。静岡から来たんでしょあれ。それで沖縄で捕まったんだ、はい、電車で一緒になってる人はいっぱいいるわけで、完全にあれですね、あのドラマとか映画の世界ですよね。本当だよね。硫酸をかけられた芸能人もいたな。昔いましたね、はい、昔そういうのは聞きましたよね。結構ねあったんだよね。僕ら硫酸とか塩酸っていうと理科の実験しか分からないけどね。縁がないですけどね。だから必ず学校にはあったってことだよね。硫酸なんて実験で使いましたっけ。使いましたよ。あったんじゃないの。なんか、そうだよね。水素を発生させる、硫化水素かなんか発生させる、させるって言って。あったでしょ硫酸って H2SO4 ですよね。
なんで出てそうなんですか。なんで化学記号が出るんですか。塩酸は HCl なんで。どうかしてますよ。それで二酸化マンガンをなんか混ぜてやると酸素が出るとか水素が出るとかって、ああ そういうそんな実験をしたことがあるよ。実験は面白かったですけど、それは人にかけちゃダメだよね。人にかけるもん危ないもん、もんじゃない、天物なんだから。もんじゃないですよ本当に。いや失明するかもしれないんでしょ、ね、たまんないですよ。やけど状態になるわけだから。そばにいた女の人も煽り食って転んでなんか逃がしちゃったんですよ、ね、たまんないよね。ああ怖い怖い。ところで東京都は、はい、若い人向けにワクチンの臨時、そうそう、ね、だけど結局足りないんじゃない、長蛇の列でなんか想定外だったとか、想定外だったなんてすまない。このクソ暑い中で熱中症だって怖いのにそんなことをさせちゃダメじゃない。で抽選にするってどうかしてますよ。なんで想像力が足りないのかね。足りないとか下手くそっていうか、最初から200人だと思ってた。全てが後手後手に回ってるし、200人とは何なんだよ。大体抽選っておかしくないですか。おかしい。それでなんか若いやつが受けたくないからっていう見通しは完全に嘘だったことがこれで完全にバレちゃいましたね、うんうん、打てないんだ。ダメだよそれは。それは政治の責任だと思う本当に。これで、あ、これでって言ってるのは先の、うん、先のことを考えて言ってるんだけど高校野球の決勝が、はいはい、智弁同士、あ、そうですよね、智弁なら智弁和歌山同士、はい、こういうのどう思います。いや、まあ、あの兄弟対決みたい、昔の若鷹対決みたいな、うん、若の花と鷹の花の優勝決定戦みたいな、なんかそこになんとなくこう情実が挟み込まれると嫌だなっていう気はするんだけど。ないでしょこれ。ないかな、絶対に。これはないと思います。高校野球絶対ないと思う。ない、まあ、ない、うん、ただちょっとなんか先輩格の学校に対してのこうなんかちょっと恐れみたいなものを感じないようにしてほしいですよね、うん、それにしても野球は関西だね。すごいですね、うん、関西、うん、そして岡山広島あたり、うん、それから四国強いですね。あの辺がやっぱり強いな。強いです。なんでなんですかね、うん、ね、高校野球を応援するときっていうのはだんだんと自分の地元から離れ て、うん、あ、そうですよね、で、ね、見てるうちにもう関係ないと負けてる方を応援するっていうそうそうそう、うん、契約はありますよね。それ辺があのプロ野球の応援とはちょっと違うところがあっていいなといつも思いながらね。古くから僕は見たり聞いたりしてますよ、うん、あの剛速球の尾崎だとかね。あ、懐かしいな、ジャイアンツに、ね、尾崎下の名前何でしたっけ、ね、尾崎幸雄じゃなかったかな。あ、そうです、すごいな伊藤さん尾崎幸雄知らないでしょ。ですか。いや、そういうピッチャーいたの。ピッチャー、ね、波翔のね。波翔、うん、当時すごい話題ですよね、うん、そうです。あ、そうです。それから巨人に入ったあの柴田、はい、あれ法政二高じゃなかったかな。なんでそんなにいろいろ思ってんだろうな。伊藤さんの記憶力が怖い怖いよね。忘れるってことがあんまない。そうですね。そして江川でしょ。江川ね、すごいピッチャーがいたもんだな。江川、うん、ね、はリアルタイムで知ってるでしょ。そうですね。でも法政からですね。そう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 、はい、作新学院、そう、そもそも作新学院でね、うん、うん、まあこれで決勝なって、スケジュールあってよかったね高校野球。そうですよ、これ、ね、雨が降り続いたら、雨でたたられてまあ本当についてるというか、うん、はい、これで全部うまくいくといいんですが。本当ですね、はい、伊藤です。はい、吉田です。水谷です。伊藤さんの映画情報から参りましょう、うん、9月3日金曜日、伊藤さんそのはって伊藤さんのご出演の映画ですよ、はい、伊藤さんのことだ、はい、9月3日金曜日に全国公開となります科捜研の女劇場版、こちら、はいはい、はいはい、うん、これがですね、うん、伊藤史郎が粋な老紳士役でマリコをナンパということで、粋な老紳士役、伊藤さん、あの京都の美しい街並みが一望できる。なんで昔のことあんなに覚えてるのに最近一番新しいことがそんなにうろ覚えなのほら、まあ、おしゃれなカフェで一人読書をしているマリコ、まあ、沢口靖子さんを伊藤さんがナンパするという状況でございます。これでよろしいですか、うん、はい、あの映画は世界同時多発不審死事件に挑むということで、はい、9月3日金曜日全国公開、科捜研の女劇場版が
始まります。僕はやすこちゃんのファンですから、はい、お声がかかった時には嬉しかったです、はいはい、ぜひご覧ください。2時間の生放送です。文化放送おやじパッション、3時台はニュースパッション、タフマイトーの堪忍袋おやじ大学、4時台はこだわりパッションです。今週は月末恒例お便りにこだわる、皆さんからのおはがき、メール、ファックス、お時間が許す限り読んでいきます。では早速一通ご紹介しましょう。メールのご紹介、テレミさんお願いします。はい、はい、これはですね、新潟市からいただきました、55歳ラジオネームフルフィルちゃんからです。男の人です。はい、いつも楽しく拝聴しております。先々週中学生の息子の校則で、学校の決まりですね、夏場も体操着の上に学生ズボンを履かなくてはならなくて、暑くてかわいそうだし、これは大変だね、はい、汗ももひどくてなんとかならぬものかとメールし、はい、読んでいただいておりました。はい、今日から始業始まるという23日朝、あれ体操着姿の息子、時間になっても上に学生ズボンやワイシャツを着る様子もない。聞いたら急にメールで連絡が来て、体操着登校が OK になったそうな、うん、9月中旬の運動会までの措置とのことです。でも今までずっとなかったこと、半ズボン半袖姿で涼しそうな姿で投稿していきました。よかったね、うん、声を上げた方がいいよとラジオでテレミさんに言われ、俺そんなこと言ったの？言いましたよ。言ったの？私覚えてますもん。本当、はい、もう忘れて、言われコロナで中止になったんですが、25日に保護者会の予定があり、思い切って話を上げてみようと思っていた矢先、誰かラジオ聞いてたかって思うよう学校側からの連絡でした。お、聞いてたのかな。よかったです、うん、取り急ぎご報告まで。あ、よかったですね。あ、いいことしましたね。それは番組もたまにこういういいことがあるんですね。学校っていうのもまあ堅苦しくなきゃいけないところもあるんだけど、ね、その上に重ね着をして学校に来いって、この季節に重ね着ってこと自体がもうひどいことだよね、はい、はい、でもしかしたらこの番組が校則を動かしたのかもしれないですよね。やったね、うん、ね、うん、これからも何か困ったことがあったらぜひ皆さん、大丈夫ですよ声を上げていきましょう。結構聞かれてますよ、うん、はい、はい、お待ちしております。ぜひ今日も何でも結構です、お寄せください。身近で起こったエピソードや最近気になっていること、番組への感想ご意見、何でも受け付けます。メールはおやじアットマーク joqr.net、 oyaji@joqr.net。 ファックスは東京03-5403-1151、東京03-5403-1151です。番組にメール、ファックス、おはがきをくださったすべての中から抽選で5名の方にヤクルトタフマンディフレッシュ10本と番組オリジナルボールペンの親パツセットをお送りします。番組へのご参加お待ちしています。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、文化放送、北日本放送、福井放送をお聞きの皆さん、今週も最後までよろしくお付き合いください。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、パッション動画配信中。検索は親父パッション。ヤクルトプレゼンツ、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション。この番組は人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。ヤクルト、なんかあれだね、最近会社辞めるのもメールでだったり、いらないものもネットでどうにかしちゃうんでしょ。え、これヤクルト届けてネット、ヤクルト400とかがネットで簡単に頼めるのよ。ネットもいいとこあるよね。ヤクルト届けてネットで検索してみて。ピアニストの辻井伸之です。ベストな演奏をするには体力も気力も十分でなければなりません。だから食事や睡眠には人一倍こだわりたいです。最近私はヤクルト1000を飲んでいます。ヤクルト1000は高密度の乳酸菌シロタ株が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげ、睡眠の質を高める機能があります。特保ではありません。機能性表示食品です。辻井伸之のおすすめヤクルト1000。この僕の演奏は健やかな眠りをイメージして選びました。ヤクルト、おやじパッション、おやじパッション、シェアキュア、シェアキュア、シェアキュア。
伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、文化放送です。最初のコーナーはニュースパッションです。文化放送報道部のビンさんこと鈴木敏夫デスクと1週間のニュースを振り返るとともに、伊藤さん、照美さんのニュースに関する疑問の解明、そして鈴木敏夫デスクの視点で押さえておきたい旬のニュースのポイントを解説してもらいます。ビンさん、今日もよろしくお願いします。はい、こんにちは。お願いします。まずは毎週月曜から金曜まで夕方5時から全国ネットでお送りしていますニュースパレードの今週1週間のトップニュースを振り返ります。ニュースパレードトップニュース、まず23日月曜日です。前の日に行われた横浜市長選挙で菅総理が応援した小此木前国家公安委員長が敗北しました。このことに関して総理は大変残念だ、市民が判断されたことなので謙虚に受け止めたいと語りました。24日火曜日です。新型コロナウイルスの全国的な感染急増を受けまして、政府は東京など13の都府県に発令している緊急事態宣言、この日対象地域を追加する検討に入りました。そして25日水曜日です。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の適用地域拡大をコロナ分科会が了承をいたしました。そして26日木曜日です。自民党は菅総理の任期満了に伴う総裁選挙の日程を来月17日告示、29日投開票と決定をいたしました。そして昨日27日金曜日です。アフガニスタンの首都カブールの空港周辺でイスラム国系の勢力、イスラム国ホラサン州による犯行とみられる自爆テロが起きまして、アフガニスタンの人が170名以上、そしてアメリカ兵も13人が死亡、アメリカは報復の無人機攻撃を早速行いまして、標的の戦闘員の乗っている車を攻撃殺害と報告をしております。そのような1週間のトップニュースでした。とにかく一方で平和の祭典というのをやっているのにやはりあるんですよね、人類というのは。やっぱりその辺がなんかどうしちゃってるんだろうな、これ自爆テロっていうのは防ぎようがないもんな、また、これはやられたらね、ねえ、これがまたエスカレートしなきゃいいなとは思ってるんだけど、必ずっていうか人間、その平和っていうのは戦争と戦争のわずかな合間だっていう人もいますからね、必ずやるんだよね人間は。俺平和を愛するものは人間じゃないと思ってる、俺どっちかというと、紛争を好む動物じゃないかななんて思ってますけど、制約せずに立たざるを得ないような気持ちになりますよね、はい、特に国と国の戦争であれば、いつか終わる可能性があるんですが、今回のようにそのタリバンでもなくですね、イスラム国のその分派、テロリストですよね、彼らが動き出してしまったということになると、究極のならず者ですから、その日本人の待機という今問題もあるんですけれども、空港にも行けないと、例えばそのタリバンであればまだ話す余地があるけれども、イスラム国には通じないという、非常に心配な状況がございますね。テルミさん、いかがでしょう。やっぱそのコロナのことがね、引き続き、なんか数字的には少し収まってるかのような多いんだけどね、なんとなくね、感じがあるけど5日間ぐらいですか、すごい多いですよね。でもその数字も本当なのかなっていう疑念が若干僕なんか感じてるんですけど、それで菅総理がね、はっきりと明かりが見えてきたみたいなことをおっしゃってたけど、ネット界隈ではそれをなんか幻覚が見えるようになってしまったのかみたいなことを言う気持ちもすごくわかるよね。全く見えませんね。見えないよね。一寸先は闇だもん。それにちょっと勘違いしがちなのは、東京での感染者少し減ってはいるんですけれども、地方がね。そうですね。つまりですね、大体2週間後ぐらいにその陽性が、明らかになってくるということで、ちょうどその2週間遡るとお盆の時期ですよね。で、このお盆の時期は東京から逆に帰省等でその地方に人が流れてますので、ですからそのお盆の時期は確かに東京の中人が少なかったということになるわけです。ですから東京は収まってますが、逆にその愛知県であるとかですね、地方は増えてるんですよ。だからそこはちょっと忘れてはいけないし、ちょっと今後のその感染者の数しっかり見ていかないといけないなと思いますね。神奈川は東京逆転したのはありましたね。そうですね、増えてますよね。
まあ、そのような中ですね、そのコロナウイルスワクチンの異物混入問題というのも起きました。でこれですね、要は163万回分のうち、何人に対して打たれたかが今その自治体ごとの集計してるんですが、わからない。なんか黒いものが浮かんでるなと気がついたものに関しては接種してないんですが、通り越してしまったものもですね、十分あり得るということなんだそうです。まあ、筋肉注射なのでおそらくその血管に金属が詰まるというリスクは低いんではないかなと言われてますが、そこのところはまだ何とも言えませんよね。スペインの工場が作っていたものだそうですけれどもね。で、まあ、ロット番号がありまして、これロットというのはその同じ部品とか材料で同じ工場で同じ時期に作られたものって一塊で数字を、まあ、ナンバリングしていくわけなんですよね。ですから、まあ、そのロット番号が3つあります。3004667、3004734、3004956、まあ、この3つ そのロット番号に注目ということで、皆さんワクチン接種された方はですね、渡されたそのワクチン打ちましたよというその紙にナンバリングされてますんで、うん、同じロット番号ではないかどうかというのを確認されるのもいいかもしれません。はい、でもね、これどうして、まあ、分かったっていうんだけど、なんか6月ぐらいにもなんかこれ分かってたっていう説もあるから、ここら辺がもうちょっと詳しい情報を知りたいね。そうですね、確かにね、うん、まあ、そう磁石で吸い付くような物質だとかなんとかっていうのは聞かなかったかな。はい、金属なんですよね。ものすごく小さいものではあるんですけれども、まあ、そこも少しこう体の中に入れるということを考えれば不安ですよね。うん、そして、冒頭でも話に出てました、まあ、東京都はワクチンを若い世代が予約なしで受けられる接種会場を渋谷の駅の近くに開設したんですが、昨日早速大混乱ということになりましたね。そう言われてもしょうがないでしょ、はい、いわゆるこうぶどまりというものをですね、イベンターの方なんかよく言葉にしますけれども、まあ、社会行動学とか心理学とか、まあ、いろんなものを計算してこれぐらいの人が来るぞっていうふうに考えに考え抜いてからこういうことを行うんですが、そういうことがなかったということと、あとそもそも若者を渋谷に集めるなっていう、うん、そうだよね、意見もありますよね。しかもこの暑い最中だよ。そうですね、みんな来ちゃいますからね。しかも抽選にするっていうね、結果的にね、みんな来た人は後でちゃんと受けられますよっていう措置を取るんならいいけど、はい、なんでそこで抽選にするの？昨日いらした方については本当にそうですよ ね、 学校休んだりとか仕事を休んでいらしてる方も相当いたようなので、ね、それはちゃんと打たせてあげるような方向性に行かなきゃダメでしょ。これはもうその200人っていうのはね、うん、まあ、そうですね、想像力を絶対してるよね。僕らでもそれ足りないと思うよね。足りないと来ると思わないんですよね。桁が違うと思う。東京に若者が何人いると思ってんだよ。本当ですね、どうにもなんないね本当に。まあ、今日も抽選券を配布したんですが、そこにもやはりですね、その希望者殺到、2226人に抽選券を配布したということですね。うん、小池都知事、これちゃんと見解出してほしいよ。いや、そうですね、ダメだよ。まあ、いろんな試行錯誤は当然あって仕方ないと思うんですが、普通気がつく、誰でも気がつくことに気がついてない、うん、ということに対する怖いよ ね。こんな人たち信用していいのかと思っちゃうよ。あともう一つ、その若者と一括りにしてるんですが、16歳から39歳なんですよ。だから幅が広すぎるんで、ね、ティーンエイジャーだけっていうならまだわかるんですけれども、うん、もう39歳の方はですね、もう50代40代と打ってきて、なるべくその自治体とか職域接種で急いで打つべき世代の人たちなんで、16と39を一緒にしてる段階でかなり考えてないなっていうふうにちょっと思われますよね。どういう会議を開いてるのかなっていうね、そこにこう異論をね挟む人がいないのかなっていうのがちょっと怖い。それが怖い。そして北九州市の特定危険指定暴力団工藤会が関わったとされる一般市民が襲撃された4つの事件の裁判、福岡地裁は殺人などの罪に問われた工藤会トップの総裁野村悟被告に求刑通り死刑判決を言い渡しました。まあ、すぐ控訴はしましたけれども、まあ、今後どうなるかということですよね。しかもですね、裁判長にあんた生涯後悔するぞというふうに被告が言ったということで、その言葉の意味もですね、ちょっと今議論になっております。足立裁判所実はもうすでに東京高裁に移動してるんですが、福岡に戻って自分で判決を読み上げたということで、警察もですね、そういう司法関係者の人たちのこの身辺の安全を確保するために総力を挙げているということですね。でそもそもその裁判員裁判にもしていないということなんですよね。
東京白金高輪駅で男性が硫酸をかけられ大怪我をした事件で、傷害の疑いで指名手配されていた容疑者の男が沖縄県で逮捕されました。これ実は被害者の会社員と逮捕された花森容疑者ですね、沖縄の同じ大学の同じサークルの先輩後輩なんです。ですからそういった関係があって沖縄に行ったんではないかなというふうにも思われますが、先ほど照美さんも防犯カメラの話をしていましたけれども、もうその被害者男性の職場付近であるとか、あとため池山王の乗り換え駅のホームであるとか、あと新幹線乗るところ静岡駅降りてからずっとやはり防犯カメラで追われていて、自宅にまで行き着いて、そこで名前も分かりますので、被害者の会社員に確認したところ、あ、先輩だとなったのかもしれませんね。ただこのアシッドアタックっていうんですけれども、硫酸とか塩酸とか硝酸をかけるって、これ日本ではまだ少ない方で、イギリスだとですね、年間何百件も実は起きていて、有名モデルの方が被害に遭われたこともありますし、かつては美空ひばり様の塩酸をかけられたんですよ、ね、ね、確か国際劇場だったな。ああそうですね、はい、昔はね、よくその芸能人の方がステージ上で襲われるなんてことはありましたけれども ね、こういったことがですね、今回だけではなくて、今後的に例えばその硫酸を簡単に変えていいのかとか、そういったところもしっかりとね、国会でも議論してほしいと思います。本当だね。はい。そしてちょっと不思議なニュースなんですが、今月北海道の東部の標津町でですね、国後島から泳いできたというロシア人男性が見つかりました。男性は亡命を希望しているということです。これただ24キロ泳いできたからすごいというニュースではなくて、国後島から来ている、つまり日本の立場では国後島は日本ですから、ですからこの男性を戻してはいけないんですよね。あ、そうか。ビザなし交流以外でロシア人がですね来るという事態、おそらく外務省も想定してなかったと思うんですけれども、外務省も頭を抱えていると思いますが、今後どうするのかと、本当にその泳いできたのかどうかというのもあるんですけれども、24キロですからね、で相当荒波ですから、どのようにしていくのかというようなニュースですね。そして、伊藤さんも感動のパラリンピックですけれどもね、競泳の鈴木孝幸選手が大会新記録で金メダル第1号、現在メダルは金が2、銀が4、銅が6です。確かリオでは金は取れなかったんじゃなかったかかもしれませんね。ちょっと確認してみますね。ちなみに背泳ぎの、ね、山田美幸選手も、両腕が、ね、なくて両足も麻痺している中でも全身を動かして泳いでいくという、すごいですよね。あと例えばそのイギリス人の馬術の選手はですね、普通馬っていうのは足でポンポンと叩いて指示を出しますけれども、それが、足が使えないということで、馬にささやくようにして耳元でいろんな合図を出しながら、で馬にその疎通が、はい、そういうこう、イリュージョンですよね。とってもこう素晴らしい光景というか、馬もまたすごいじゃない、そうですよね、そうですよね、相互感の問題、ですね。先ほど伊藤さんがおっしゃってた卓球選手もですね、足でつまんでボールを上げて口でスマッシュを決めるっていう、考えられないもんね。そうですね、我々無理だろうと思うことをですね、成し遂げてしまうっていうね、そこにもう本当に学ぶべきことがたくさんあるなっていうふうには思いますよね。はい。そしてそういえば国枝選手もね、テニスですけれどもベテランですが3回戦に進んでおりますので、こちらも楽しみです。そしてスポーツもう一つ、もう2つですね、大谷選手41号ということで、かなりマークはされてますけれども、そのような中でね、頑張ってますね。ゲレーロ選手ももうマークされすぎちゃってストップしちゃいましたからね。5本差でずっと言ってもいいね。で下からまたですね、固め打ちの選手が上がってきてるんで、まだまだちょっと予断を許しませんけれどもね、期待はしたいと思います。そして夏の全国高校野球、確かに近畿勢強かったですね。準決勝が京都国際と智弁和歌山、そして奈良の智弁と滋賀の近江、4つ並んだんですが、なんと智弁和歌山と智弁が勝って、明日の決勝智弁対決ということになりまして、ね、先ほど出てましたがユニフォームがもうそっくり、ただこれ意外かもしれませんが、作ってるメーカーは違うんですね。ですからちょっと字の大きさが違ったり、肩についてる校章の色がですね、奈良の智弁は濃紺なんですが、和歌山は紫だったりするらしいんですが、普通に見ては分かりません。はい。ちなみに2002年の84回大会でも3回戦でこの両校が激突しまして、もうややこしかったです見てて。ちなみにこの時は弟分の智弁和歌山が勝ってますけれどもね。あ、そうか。だから明日はですね、
ひょっとしたら帽子の色だけでも変えるんじゃないかという噂はあるんですが、ちょっと蓋開けてみないとわからない感じですね。野手とそれから走塁してる方とでどっちが敵なのか味方なのか、タッチするのを戸惑ったりしなきゃいいけどな。自分たちはさすがにわかるかもしれませんけれども、見ている側がね、分かりにくい。本当にただ本当に暑い中でね、ようやく雨が止んでもですね、コンディションが良くない中なんで、体には気をつけてほしいと思います。パラリンピックも同じことでして、とにかく地面と距離が近い競技が多いので、それだけですね、特にテニスなんかはね、そうだね、暑さの影響を受けやすいということで、夕方にずらしたりなどなどしておりますけれどもね、本当に今週もいろんなニュースが入ってきました。そんな週間でした、はい、ニュースパッション B さんでした。伊藤志郎吉田テルミ親父パッション、カフマン伊藤の堪忍袋。カフマン伊藤の堪忍袋、皆さんから怒りのお便りをいただきまして、その内容の共感度に応じて大中小の雷のうちどれかが落とされます。では伊藤さんからお願いします。はい、この字が大きくて嬉しい。あ、本当だ。こちらラジオネーム漢方17条という人です。40代の男性、うん、ありがとうございます。高崎の方ですね。先日あまりに暑いので夏バテ防止に昼食にうなぎでも食べようということになり、買いに行きました、はい、店に営業時間前に着いてしまったので、店員に営業時間前ですが大丈夫ですかと聞くと、うん、大丈夫ですよ、一番下のやつですよねと言われました、うん、なんだろう、一番下のやつ、はい、その店はこの辺では高級店として有名なお店だったのですが、うん、注文する前にこいつはどうせ一番下のやつを頼むのだろうなと、あ、店員に寝踏みをされたような気がして、あ、なるほど、ね、非常に不愉快でした。あ、安いんですね、要するに値段的にね。あ、はい、大丈夫ですよ、一番下のやつですよね、うん、って言ったんだよね。だからといってこの店の一番高いやつを持ってきやがれ、うん、と単価を吐く度胸もないので、うん、この不愉快な気分を晴らすために盛大な土管をお願いします。こっちに頼みに、まあ言い方があったでしょうね、多分ね、うん、これはちょっとカチンときちゃいないよ、ね、そうだ、決めて言っちゃいけないよね。そうね、どれですかって、ね、そう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 、どちらになさいますか、お米ですか、バスですか、うん、っていうのがいいですね、うん、やっぱり。でもその店ではほとんどの人が多分その下のやつなんだろうな、お頼む人が多いんじゃないですか。ポピュラーなんだと思うよね。しかもうなぎって別にあれですよね、大きさですよね、松竹梅って ね、 だね、だから結構大きな梅なのかもしれない、うん、かもしれないよね、わかんないけど、うん、まあ、別にうなぎ屋さんの味方をしてるわけじゃないですけど、まあ、客商売だからやっぱそこらは気をつけた方がいいよ ね、 そうですね、お店の人はこういうこと言っちゃいけない、うん、ということですね、一番下のでよろしいんですかぐらいですかね、はい、言い方ならね、はい、その言葉遣いというかその イントネーションもなんかちょっとなんかあんまりいい感じじゃないんだもんね。ですよね。言い方だ。うん、言い方だよね。言い方。ね、はい、同じことでもね。じゃあ代わりにどか行きますか。お願いします。あ、すごい偉いだ。みんな我慢してんだね、こういうの。みんなこういうことそんなにうるさくない人が多いんだ、この番組はね。はい。うん、じゃあ続いてテレビさんお願いします。出した人がこうがっかりするんだろうね、でもね。もうこう、って今。これなのみたいな、気がバレないですよね、本当とかなんか言ってるよ多分、ね、なんかかわいそうな感じが、はい、さてこれは川崎市からいただきました、名前はあ、ラジオネームまひろちゃんという女性です、はい、私は薬局に勤めています。ああそうだ。 PCR 検査を受けた方も多くいらっしゃり、後日陽性と分かる方もいらっしゃいます。薬局、うん、PCR の結果陽性となる方が勤める薬局では、あ、え、どういうこと、 PCR の結果陽性となる方が勤める薬局ではこのところ50から80% と聞き、あ、そういうことね、また重症化の話もお聞きし、薬局内で他の患者様に感染しないように動線を変えたりブースを作ったり、また私たちもガウン、フェイスシールドで対応したりとできることはやっています。もうみんな一生懸命やってるよね、はい、感染予防にこうした方がいいですよという指針はなくて、手探りでスタッフで試行錯誤して取り組んでいます。
みんな頑張ってると思いますよ、はい、本当にね。その上、入荷されない薬が日々増えていき、薬を調剤し、監査、投薬する業務以外にも、薬を探したり、代替品を探したりと、本来の業務以外のお仕事も増えています。なのに、聞いてください。はい、なんで薬はないの?と激怒したり、少しでもお待たせすると、こんな場所に長くいたくないのよ。随分だな。早くしてよ。と激怒する暴言が溢れることもあります。これは大変だな。不安なのはわかります。ただこんな時代だからこそ、自分だけのことでなく、相手を思いやり、優しい気持ち、優しい言葉を選べる人になりたいです。誰かを批判したり、問題ばかり色濃く批判するのではなく、解決方法をみんなで考え、コロナ禍を乗り越えられることを祈りつつ、今日も私は医療の隅っこでお仕事に励みたいです。ね。あ、素晴らしい、ね。そういう人はやっぱりパラリンピックを見るべきだな。そうだね、本当だね。心が洗われますよ。薬局へ来てそんなに暴言を吐いてどうすんのよ、現場はどこでも頑張ってますからね、みんな現場頑張ってるの本当多いと思うからね、だから大変なんだなっていう、やっぱ想像力をのお客さんの方でも多少働かせないとね、はい、お客様は神様じゃないよ、そうそう、お互いにみんなその同じ状況で仕事やってるっていうことを ね忘れちゃダメだよ ね現場に文句言ってもどうしようもなんないですからね、そうだな、しかし最近結局薬局郵便局って言わなくなったね、そんなこと言ったの、結局薬局郵便局は意外と新鮮な感じだったよね、逆に新鮮です、あれ結局薬局薬局郵便局すみません、これ知ってる人いらっしゃいますか、知ってんの、一人だけ、ディレクター清水は知ってるらしいです、でも一人だけだよ、俺も私初めて今聞きました、他の言い方なんかあったような気がするよね、なんて言うんですか、結局それを思い出せないで、今結局北極みたいな感じ、南極じゃダメだもんな、それじゃあいまいち決まんないよね、結局薬局郵便局、そう言われちゃうともう伊藤さんに負けちゃうんだけど、負けじゃないけど、まあ、そっちでしょ、はい、こちらの話でございますね、はい、だからお客さんがちょっとまあイライラする気持ちも分かるけど、薬局関係の方々も一生懸命やってるっていうところをね、はい、分かっていただきためにお灸を一つお願いします、お願いします、さっきのよりは暑いですね、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、タフマ伊藤の堪忍袋でした。そして心も体もタフにしてくれるリクエストもいただいております。こちらは川崎市にお住まいの56歳の会社員オレンジグラスさんという男性からですね、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツ、お亡くなりになりました、すごいドラマーでした、おしゃれで控えめでかっこいい方でしたね、ご冥福をお祈りします、ということでこの曲にリクエストいただきました、ザ・ローリングストーンズ、サティスファクション。I tried.
ローリングストーンズサティスファクションリクエストありがとうございます。皆さんからの心も体もタフにしてくれるお好きな曲のリクエスト、堪忍袋のコーナーへのおはがきメールファックスをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8002 文化放送、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、タフな曲の係または堪忍袋の係まで。メールは oyaji@joqr.net、 ファックスは東京03-5403-1151でお待ちしています。聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥、聞いて納得、親父大学ということで、今週も親父大学の講義を行います。私が東親父大学のパッション教授、吉田照美であります。よう教授、はいはい、もう8月も終わろうとしてるな。ですね。寂しい。ああ、もう夏の終わりは寂しいですよね。特にあのおじいちゃん、夏がお好きですからね。そう、何しろな、8月はビキニを着ていても自然だからな。また?これが9月になっても着ていたら変に思われるだろ。いやいや、だからこの前からね、ずーっとおっしゃってますけど、84歳のおじいちゃんがあのビキニ着てたら8月でも結構変ですよ。あ?この野郎。え、何?自分がまたピチピチのヤングだからって、人を変わり者の年寄り扱いしやがったな。いやいや、そうじゃないですよ。これだから今時の若いもんは嫌なんだ。え?これはな、いつか誰もが通る道なんだぞ。誰が今時の若いもんなんですか?僕だってもう70歳なんですが、全然若くないですよ。なんだ。え?教授も後期か。後期ですよ。じゃああと14年で俺に追いつくんじゃないの?いやいや、追いつかないです。追いつきはしませんよ。だっておじいちゃんはその頃98歳ですよ。98歳か、うん、で教授が84歳か、はい、だからその年になっても夏には2人でナイトプール行きましょうね。教授、え、俺をナイトプールにさせてくれているのか、うん、そうですよ、そうですよ。よし、じゃあ98と84で連れ立ってビキニで行くか。はい、行きましょう。え、なんならその頃あの67歳になってて、ね、水谷かなもね、うん、連れて行きましょう。何、ね、ということは67歳のしなびたビーバーもビキニか。はい、もう67歳ですから今よりもさらにしなびてるでしょうけど、ナイトプールの水につければきっとピチピチになると思いますよ。67歳のしなびた体がナイトプールの水でピチピチによみがえったか。そうそう、そんなビキニ姿を拝めるとは、うん、これはたまらん、うん、98歳の俺が思わず鼻血ブーだ。おー、じゃあナイトプールがもう当然血で染まりますね、これ。ってことは血染めのナイトプールでもあれをやるんだろ。え、あれだよ。何あれ。何、ね、教授は果物が好きだよな。始まっちゃったな。この時期スイカとかメロンとか桃食うだろ。本当にこれお好きですよね。でもあのスイカでもメロンでも桃でもね、このくだりやったじゃないですか。そうは言ってもだな、うん、今ブドウの旬が来ているだろう。ブドウいいですね、大好きですよ。そうか、うん、大好き。俺はブドウや先週出てきた桃は果物の中でも特に苦手で、うん、まるで食わないんだけども、うん、まあロバが好むんならよかろう。あ、いいですか。でもな、いくら好きでもブドウを食べた後は、うん、すぐに皮を片付けろよ。はい、今週はあのちゃんと段取り通りあの進行してますね、これね。じゃあお約束のあのセリフ言いますから、これからね、うんうん、ブドウは美味しいですけど、食べ終えたら皮をすぐにビニールとかに入れて片付けないと小映えがたかりますからね。よし、来た来た、うん、小映え小映え、小映えだ、小映え、家映え、症状映え、インスタ映え、インスタ映え。どうだ、俺が98、貴様が84、共にビキニで鼻血ブー、血染めのナイトプールでインスタ映えだ、ぬはーぬはーこれ想像するとね、おぞましい光景ですよ、これ。このおぞましい光景が、2035年、令和17年の夏に実際に起きるのだ。楽しみにしているがよいわ。うん、
みんな忘れるなよ。そう、これね、実現的にはぜひやりましょう。望むところですよ、これ。というところで今週の講義に入ります。今日はね、14年後の我々の将来の姿について話も出ましたんで、中高生の将来の夢に関するアンケートね。中高生といったら10代か。そうですよ。俺たちの夢とはだいぶ違うんだろうな。はい。もうさすがにね、ビキニでナイトプールっていう夢は語らないと思いますね。うん、ちなみにこれはね、2019年に行われたアンケートです。ということは、うん、コロナウイルスの感染が広がる前のもんだな。ああ、そういうことになりますかね。で、将来の夢の結果ですけども、5位がお金持ちになる。うん。で、4位は安定した毎日を送る。うん、3位が温かい家庭を築く、うん、2位が素敵な相手と結婚恋愛をするときまして、第1位がよーし、いよいよここで行くぞ、うん、だら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 、今週はどのドラムロールかな、だら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 、なんだっけ、これは元伊沢温泉観光協会の保坂真由美です。ずいぶん締まらないドラムロール出ちゃいましたけどね、うん、なんかえ、我々の中では圧倒的に一番若いからな、任せてみたんだが、うん、残念な結果になったよな。まあ、非常に残念な結果です。ちなみにね、中高生の将来の夢の1位は、好きなことを仕事にするということでした。うん、ということで、そろそろ締めに行っていただきますが、その前に今日は、保坂真由美からメッセージがあるみたいですよ。もう珍しいな。うん、何だろう。伊沢は、果物と温泉の町です。吉田教授が大好きな桃やぶどうをはじめ、うん、たくさんの美味しい果物がありますよ。知ってるよ。なのになぜ来てくださらないんですか。ほら言われてるぞな、桃やぶどうが好きなんだろ。うん、緊急事態宣言が解除されたら伊沢温泉に行けよ教授。おじいちゃんも果物が大好きなんですよねなのになぜ来てくださらないんですか。ほら、おじいちゃんこそ言われてるじゃないですか。さっき桃とぶどうが特に苦手で食べないとか言うからですよ、これ。うん、いや、でも、保坂や真由美さんは、とっくに観光協会を辞めて、今子育て中だろう。そうですよ。ずいぶん古いコメントを引っ張り出してきたみたいだな。そうそう、もう、我々のね、嫌がらせのためなら何でもやる人間がいますから。ね、こういうことになってます。というところで、今週もこの辺で締めの方に行っちゃってください。お願いします。よし、じゃあ締めに行くぞ。うん。シロ、今日もまたまた一つ知恵つけちゃったもんな。ナイトプールは光景が浮かんだね。伊藤シロ、吉田テルミ、親父ファッション。ヤクルト、親父のための健康日記。茨城県東茨城郡のラジオネームけんちゃんパパさん、52歳男性会社員の方からいただきました。私は今の会社に入社して15年になりますが、入社以来ヤクルトレディさんからヤクルトを購入し、毎朝1本ずつ飲んでいます。それまでは年に1回程度風邪や体調不良がありましたが、今は風邪で寝込んだこともありません。やはりヤクルトを飲んでいるから腸内環境が整い、健康のバランスにうまく作用しているのかなと思っています。これからもヤクルト 400LT を続けていきたいと思います。私のとこもヤクルトレディさん来てくれてますか。伊藤家にもやはり、はいはい、なんか嬉しいもんだよ。そうですね。いや、なんかね、よく自転車でね、走ってらっしゃいますけども、全部来てね。これなんかお店で買ってるだけだから。1日に多い時は3本。本当。贅沢ですね。贅沢です。子供の時できなかった贅沢もね。今やってる。やってる。でもやっぱ続けるっていうこともいいんでしょうね。まあ大切だよね。はい。自然になんか毎日飲んでるっていうのがいいんだろうね。習慣になってるってことですよね。はい。親父のための健康日記、皆さんからのご意見ご感想、健康法、さらにあなたの周りのタフマン、タフな人のエピソードも受付中です。皆さんからの健康法は特に絶賛大募集中です。教えてください。このコーナーでご紹介しました方には、ヤクルトタフマンリフレッシュ10本と番組オリジナルボールペンの親パツセットをお送りします。充実した親父ライフは身近な健康から気をつけましょう。人も地球も健康に、ヤクルト親父のための健康日記でした。乳酸菌白高部の乳ヤクルト定番、乳酸菌白高部の乳ヤクルトカロリーハーフハーフ、乳酸菌白高部のヤクルト5ファイブ、乳酸菌白高部のヤクルトダブルダブル、
乳酸菌白高部の毎日飲むヤクルト365日乳酸菌白高部のヤクルト400宅配専用乳酸菌白高部のヤクルト 400LT 甘さ控えめ乳酸菌白高部のあのちょっと何です？乳酸菌白高部のって毎回いります？必須乳酸菌白高部のヤクルト。ヤクルト1本 100ml に乳酸菌白高部を1000億個含んだヤクルト1000。一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげ、睡眠の質を高める機能があります。機能性表示食品、ヤクルト1000。伊藤史郎、吉田照美、親父パッション、文化放送でお送りしています。今日は親父パッションリスナーさんからのお便りにこだわっております。テーマは設けておりません。フリーで受付中です。では伊藤さん、メールのご紹介お願いします。はい、こちら八王子の方で、ラジオネームは旦那ちゃん。57歳の小売り業をしている男性です。はい。春休みから教習所に通い始めた大学1年の息子が、昨日やっと教習所の卒業検定に合格、卒業しました。しかし通い始めた時に買った初心者マークがどこにしまったのかわからなくなってしまいました、うん、卒業検定に受かったのかどうか心配している親の心をこしらずで一緒に受けて合格した女の子とのんきにランチをして夕方帰宅仕上がりました、うん、ドカン落としてほしいくらいです、うん、月曜日には運転免許試験場に行くんだろと尋ねたら初回のワクチン接種の翌日だからどうしようかなとまたまたのんきなことを言っています。困ったもんです、うん、え、初心者マークってあの若葉マークですか？あれってもらえなかったでしたっけ？これ買えたよな。でもあれ今100円ショップとかでも買えませんか？ああそうかもね。え、うん、100円で買えるよな。そう、そんなに買えますよお父さんだと思うんですけど、確かあったと思うよ。俺もなんか見たことあるねえ、うん、そう、まあ、え、そんなこの親御さんは一体何を心配されてるんですかね？自慢の息子じゃないの？え？はあ、いや、わからない。次行きましょうか。うん、無駄にあの BGM 聞いちゃったから。はい、お願いします。これは長野県は茅野市からいただきました。はい、リゾートホテル勤務という57歳の、ヘビーリスナー、小塚太郎ちゃんですね。ラジオネーム。先週読んでいただきましたごちそうヘビの調理方法を報告させていただきます。はい、捕まえたシマエビをじいちゃんに渡すと、頭のすぐ後ろの首を、なんだ、ナタで切り落とし、皮を剥いて、半日ほど天日干し。ああ、そうなんだ。それをビール瓶で叩く。すげえな。じいちゃんなんで叩くのと聞くちび太郎に、蛇は骨があるずら。魚みたいに綺麗に取れないから叩いて砕いて細かくするんだ。あとは、お醤油と日本酒をかけながら七輪で焼きます。すげえいい匂いでした。いい匂いなんだ。焼き上がる頃には、じいちゃんが呼んだ飲み友達が一升瓶ぶら下げて集合。おかうなぎをつまみに大宴会が始まります。取った私はほんのちょびっとしかもらえなかったのはじいちゃんたちがみんな食べてしまうからです、うまかったなシマヘビ。ではではうまいっつってます。うまいの本当に。まあ、食ってみなきゃ分かんないからね。伊藤さんは脂っぽいっておっしゃってましたけどね、伊藤さん食べたことあるんでしょうか？うん、なんか騙されて食べた。要するに体にいいからとか言われてね。そうなんだ。おじいちゃんは美味しがって召し上がってたんですね。多分これシマエビって言われないで美味しいもんだなんて言ってやったら食べたかもしれないね。分かんないですからね。みんなシマエビってのはあの形を想像しちゃうからね。はい。親父パッションリスナーさんからのお便りにこだわってお送りしております。メールは親父アットマーク joqr.net で受付中です。菓子食品の現金問屋、企業向け防災備蓄用商品の手配はお済みですか？
まだという方、田島屋では菓子、食料、飲料、雑貨など企業向け備蓄用商品を多数揃えております。お近くの田島屋にご相談ください。毎週日曜夕方5時から放送中、高田純次と浦沢直樹の純次と直樹。では高田さんからありがたいお言葉を。はい、参ります。裁判長、バランスボールに座るのはやめてください。なるほど、その心は。聞けばわかる。純次と直樹は毎週日曜夕方5時から。文化放送は来年3月に開局70周年。これからも自由で常識にとらわれないアイデアで、より皆様にとって身近な存在に。もっと過激にもっと優しく、文化放送セブンティースアニバーサリー。時刻3時56分です。文化放送ニュース、報道部の鈴木敏夫デスクです。ビンさん、お願いします。お伝えします。先ほども少し触れましたが、夏の全国高校野球、今日準決勝が行われました。和歌山の智弁和歌山と奈良の智弁学園がそれぞれ勝って決勝に進んでいます。智弁和歌山は19年ぶりの決勝進出、2000年以来となる3回目の優勝を目指します。一方、奈良の智弁学園は初の決勝進出で初制覇に挑みます。春は、ね、優勝経験ありますけれども、夏は初めての決勝ということですね。第1試合は智弁和歌山が滋賀の近江に5対1で快勝。そして第2試合は智弁学園が京都の京都国際に3対1で勝ちました。智弁和歌山と智弁学園の対決は過去に甲子園大会で春夏通じて1回だけあり、2002年夏の3回戦では智弁和歌山が7対3で勝っています。明日の決勝は午後2時にプレーボールの予定です。東京パラリンピックですが、車椅子テニスで女子シングルスで第2シードの上地結衣と、男子シングルスで第1シードの国枝慎吾がいずれも初戦を突破しました。上地は1回戦でアルゼンチンの選手を6対0、6対1で退け、2回戦に進んでいます。試合後、テンポよく点を重ねられた、次の試合への修正点も練習して準備したいと意気込んでいました。またベテランの国枝ですが、初戦の2回戦でスロバキアの選手を6-0、6-1で下し、3回戦に進出しています。圧勝だね。そうですね、少しね、やはり年齢とともに力がね、落ちてきてるんじゃないかと言われていましたけれども、ここに来てね、うまく調整を合わせてきたのかもしれませんが、とても冷静なコメントです。どのプレーの調子がいいのか、ちょっと硬いのか、チェックできた試合だったと思うと、このように振り返っていたということです。そうですね。先ほどローリングストーンズの曲がかかっていたので、そのストーンズ関係のニュースです、ドラマーのチャーリー・ワッツが亡くなったローリングストーンズ、予定通り、来月の終わりから北米ツアーを行うことが分かりました。アメリカの主な音楽雑誌によりますと、ツアーのプロモーターが計画通り進めるとの声明を出したということです。実はストーンズもコロナによりまして、2020年5月からツアーが延期されてきています。で、ようやく7月に行うことが発表されました。ただその後ですね、チャーリー・ワッツさんの体調悪いということで、スティーブ・ジョーダンさんという人が参加すると発表されておりました。1990年に来日した時に、うちのレポーターのアナウンサーがとりあえず泊まってるホテルに行ったら、ロンウッドでギター、ロンウッドが降りてきてサインもらって帰ってきたっていう。すごいな。ちょっと今そのエピソード急に思い出しました。はい、ビンさんでした。では続いて文化放送天気予報です。関東広く晴れています。埼玉では 35.6 度という最高気温を記録しました。今文化放送の温度計 32.4 度。この後は山沿いや内陸で雨の降るところが増えて、北部では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れもあります。ご注意ください。明日も晴れ間があり、気温は30度くらいまで上がりそうです。文化放送天気予報でした。ヤクルトプレゼンツ、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション。この番組は人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りしています。文化放送が4時をお知らせします。春はあけぼの、ようよう白高部届きぬ。夏は数、
200億、400億ならさらなり。秋は蝶、生きて届くのも哀れなり。冬は勤めて、健やかなるは言うべきにもあらず。白高部、それは乳酸菌白高部。伊藤お菓子、ヤクルト。我が輩は白高部である。いや、我が輩はラクトバチルスである。いやいや、我が輩は風邪である。結局我が輩はラクトバチルス風邪白高部である。名前はまだあるのである。白高部、それは乳酸菌白高部。名のある菌とお見受けしました。ヤクルト。伊藤四郎、吉田照美、親父ファッション。4時を回りました。親父パッションです。はい、この時間からは文化放送、北日本放送、福井放送に加えまして、北陸放送、西日本放送でお聞きの皆さんにもお送りしております。まずは伊藤さんのご出演映画情報から参りましょう。9月3日金曜日から全国公開となります、科捜研の女劇場版、こちら伊藤さんが、京都の美しいおしゃれなカフェで読書をしているマリコ、沢口靖子さんをナンパする老紳士というキャラクターでご登場。これ内容的には世界同時多発不審死事件という非常に興味深い面白い内容となっております。はい、撮影は京都。暑かったですか？ああ、暑かったです。熱帯ですか？夕方の撮影だったんで、日が落ちる前に撮らなきゃいけないって言って大変だったっていうのは覚えてます。そうなんですね。はい、はい、科捜研の女劇場版、9月3日金曜日全国公開です。さあ今日はですね、皆さんのお便りをフリーでメッセージ受付中でご紹介しております。では伊藤さん、お願いします。そういえばなんかさっき あのテーブルに大きな野菜が置いてあったけど、あれね、いただいた、後ほどご紹介しましょうか。はい、この後ご紹介したいと思います。そう、はい、今これ読んだ方がいいの？はい、今外メールお願いします。はい、わかりました。はい、ラジオネーム竹千代のママさんですね。江戸川区の51歳の方です。結局薬局郵便局は知っています。はい、小学生の頃学校で流行っていました。51歳の方が、さっきスタジオの中では作家の菅井がね、結局北極放送局って言ってた。俺なんかそっちを聞いたことがあるかなって感じな。結局南極放送局。あ、テルミさんのメール、これ、はい、俺が今言ったのが、この人がくれたの。練馬区トラックドライバー53歳、俺も思い出せた。伊藤さんが話されていた結局薬局南極、あ、そう言ってないよね。なんかそう言ってないんだけど、練馬とかあんちゃん、でも私の周りでは結局南極放送局でしたよって今俺が思い出した、はい、地域によって微妙に違うのかなと。あ、結局南極放送局です僕は。で、伊藤さんはさっきのやつですよね、郵便局。この地域の違いというのはね、結局郵便局かね。藤田、ね、には聞いたことないですね。ないですね。あとさっき伊藤さんがおっしゃってくださいましたお野菜、今日リスナーの方から届きまして、長野県長野市の長野のお野菜ですよ、はいはい、お名前読んでいいんですか。信夫さんという43歳男性の方から、伊藤さん、水谷さん、照美さん、そしてスタッフの皆さん、こんにちは。さて、照美さんにバカにされてしまった夏野菜のズッキーニですが、お送りしましたのでぜひ召し上がってください。バカにしたわけじゃなくて、俺が苦手だっていうだけの話よ。そんなにそのまだ美味しいズッキーニに出会ったことがないっていう。いやこの前私は、うん、いや私ズッキーニたまにものすごい食べたくなることがあるって言って、本当に塩コショウでね炒めて、シンプルに食べて美味しいって言ったら、はいはい、かなりテレミさんバカにしてらっしゃいました。そうか、ズッキーニだろうみたいな感じでした。ついキュウリと比べちゃうんだよね。なんかね、全然違うものなのかもしれないけど、ズッキーニは何の系統なの、野菜は。キュウリですかね。かぼちゃ？あ、かぼちゃなんだ。そうだよね。だから俺かぼちゃは大好きだね。なんかズッキーニってキュウリ風じゃん、なんか見た目が、はいはい、そうするとなんかキュウリと比べるとキュウリのうまさもうほんとないよね。でキュウリもこの方届けて、すんごい太い、ね、
キュウリが。ズッキーニは僕だから申し訳ないけどいいです。はい、ちなみに食べ方がわからないと言っていたてるみさんのためにズッキーニを美味しく食べるためのレシピもお付けしました。そうなの。どうぞ当農園の、ズッキーニを味わってください。じゃあ1本だけいただいて帰ってみます。他の夏野菜も一緒においでしました、当農園のズッキーニや野菜はネットサイトポケットマルシェにて販売中です。何愛未来農園で検索してください。最後に農家さんの間では、農業の農にカードと書いて農カードが話題沸騰中です。うちのカードもおいでしますのでよろしくお願いします。すいませんね、なんかいろいろ聞いただいて。こういうカードをちゃんと誰が作ってるかっていうのが分かるカード。その人の顔じゃないのね。これ多分信夫さんですよ。どこに信夫さん。これ伝えですけど信夫さんの写真が43歳の坊さん、パティシエから有機農家を始めるという方なんですね。埼玉県埼玉市出身。埼玉ご出身の方。でも本当いい顔した野菜ばっかりね。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。ズッキーニとレタスベーコンのニンニク炒めという、めちゃめちゃ美味しそう。これレシピがあとね、やみつき無限ズッキーニナムル。ナムルもね。水谷のそれは作ったことないでしょ。そういうのは私もう焼いてシンプルにっていう食べ方しかないので。これじゃあ私もらっていいですか。ここにズッキーニってあるの。これズッキーニです。キュウリをもっと太くしたような感じ。これナスが巨大になったやつかと。ナスっぽいですよね。でもねナスでいただいてますよ、はい、すごいね。ナスとねズッキーニとキュウリとオクラもあったかな。キュウリに目がいい。ピーマンもものすごい太った。ピーマンキュウリうまそうだな。はい、いただいております。なんか野菜がいっぱいあると豊かな気持ちになりますね。ありがとうございました。ありがとうございます。暑い中での農作業大変だと思いますけれども、お疲れ様でございます。今日はフリーでメッセージ受付中です。引き続きメールファックスお寄せください。メールはおやじアットマーク joqr.net oyaji@joqr.net。 ファックスは東京03-5403-1151、東京03-5403-1151でお待ちしています。伊藤志郎、吉田照美、おやじパッション、この後5時まで引き続きよろしくお付き合いください。ズキズキとうずく膝の痛み、チクチクとした肩の痛み、体の節々がキリキリと痛む。そんな体の痛みのせいでぐっすり眠れず、朝起きるのも億劫。どうかその痛み一人で悩まずに 0120-305-305 にお電話ください。再春感性薬所の通算等は5種類の生薬を配合した医薬品です。あなたがお困りのその膝関節や腕の痛みだけでなく、腰や足の痛みを少しずつ緩和していきます。リウマチや神経痛でお悩みの方も一度お電話を。無料試供薬をご用意しておりますので、一度お試しください。お申し込みは 0120-305-305 まで。通算等は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。痛みから始まる一日なんて少しでも早くなくなるように。チョコレートプラネットの東京遊泳、毎週金曜深夜2時半放送中。聞いてね。こだわりパッション、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション。こちらのコーナーは毎週一つのテーマにこだわってお送りしています。こだわりパッションです。今週のテーマはこちらです。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、パッション文化放送。 I give you my hope。 親父パッションリスナーからのお便りにこだわる。毎週本当にたくさんのメール、ファックス、おはがきありがとうございます。今週は今までご紹介しきれなかったものも含めまして、できる限り時間の許す限り皆さんからのお便りをまとめてご紹介します。では伊藤さんからお願いします。はい、こちらラジオネーム乱暴芸人カウンタックさん、よくくれる人ですね。茨城の方です。茨城なんだね、はい。51歳の方です。ありがとうございます。毎朝出勤するのに車庫に行くと2羽のフクロウが車のワイパーに止まってて、もう10日目になりますが、すごいな。一旦追い払うと飛び立ちますが、
翌朝にはまた2羽で止まるのを繰り返しで困っています、うん、他に嫁の車もあるのに私の車ばかりにいて縁起の良い鳥とは分かりつつも羽を広げて威嚇するし何か怖くて、最後の手段として爆竹で脅かしてやろうと思いますが、かわいそうです、どうしたらいいでしょうか。知らないっていうのは、これは、でもフクロウって幸福を呼ぶんですよね、って言うんでしょ。だから爆竹やめた方がいいような気がするんですけど、かわいそうだよちょっとな、まあ、手で追っ払うぐらいでいいんじゃないの。止まらせとけばいいんじゃないですか。止まらせといたらダメ、運転するの。いやダメでしょ。どうする。でも手でもうあっち行ってぐらいのこといいんじゃないの。どう思って。爆竹はかわいそうだよね。乗りゃいなくなるでしょ。動けば飛んでくんじゃないですか。と思うけどね、人間怖いでしょ。だって向こうだってね。走ってもワイパーにいたら、それは変なやつだよね。うんうん、そう危ない運転の。サマタケンだ。あ、危ないんですかフクロウって。ワシの仲間か、猛禽類でしたっけ。あ、そうなの。あ、フクロウ油断できないんだ。あんな可愛いかもしれない。可愛いけど結構頭ぐるって回ったりするんですよね。360度回るんじゃないの。360度は回らないじゃないですか。でも今ある顔が後ろからぐるっと前向いたりするんだ。エクソシストのリンダプレアみたいな。そうでも360は回らないですよね。回らないでしょ。首取れちゃうよ。180度回るってことか。200グラム行くの。獲物を取りに来るときにスーッとやって羽ばたいてくるの、音が全然しないんだよね。しないの。あんな感じで、なんか結構なんかのろまな感じするけど、そうでもないんだ。俊敏なんだそういう時は。じゃないですかね。ね、それ新幹線のパンタグラフで音を出さないために参考にしたっつって、ほら、フクロウの羽を。あ、そうなの。聞いたことあるけどな。そんなフクロウの羽を。獲物を取るとき全く無音で来るっていう。すごいですね。それがすごいらしいんだ。フクロウどうしよう。いや、どうしようってもうそんなとこだ。うちもあのカラスが一時来てたときに、フクロウがいればカラスは追っ払えるって聞いたので。じゃあカラスよりフクロウの方が強いのかみたいです。とかフクロウの実物大の木彫りの人形を買って門扉の上に。じゃあ何、猛禽なんです。フクロウは猛禽なの。はい、猛禽です。カラスのことを猛禽とは言わないもんね。カラスは鳥、ね、カラスは鳥ですよね。鳥で単なる、はい、でもやっぱりカラスもあのフクロウの置物だって分かったみたいで全然ダメでした。でも慣れるんだよね、人間にね、飼えばね。カラスですか。フクロウですか。カラス飼わないだろあんまりよ。フクロウたまに頭乗せてる人いますよね。いるいますよね。あの肩乗せたり、肩とか歩いてる人います。いるよ。頭いいからね。うん、頭いいの。フクロウ？ちょっと待って。急にそこら辺で今立ち話してるみたいな感じになって。今なんか老人クラブの会話みたいになってますよね。カラスだって頭いいですからね、あれ。カラス頭いいよ。人のこと覚えてるから、ね、覚えてるからね、うん、いじめたやつとかそんなのも仕返しするから、はい、猛禽の違いはどこで出す。全く分かんないですね。私くちばしじゃないかと思うんだけど。あれ猛禽ってネズミも猛禽類でしたっけ。あれ違う。なんで猛禽なの。猛禽って誰。鳥系が猛禽なんだろ。ワシとかタカとか。ワシネズミってさ、あの獣だからね。ネズミは動物。動物だから。くちばしの形じゃないの。え、くちばしの形。ああ、そうかもしれない。上の上唇というか、あれが内側にキュッとこう曲がってるっていうのは。猛禽の定義。猛禽の定義はですね、性質が荒い肉食の鳥。肉食ね。はい。って書いてあります。それだけ。じゃあやっぱり。じゃあくちばしの形とかも関係ねえんだ。性質が荒いってそんな、だって、ね。そしたらカラスだって猛禽になるよ。性質荒いですよね。そう思いますよ。だって歯と食っちゃうんだぜ。そうだよ。歯と襲って歯と食っちゃうよ。怖いよ。性質だから。なんかいい加減だね、その定義は ね、 そうですよね、割合とね。性質が荒いって言われたってね、性質が荒い鳩だっていますもんね、きっと。いるよ。そうだね。はい。なんか急にあの、今日間ができるな、なんかな。こちらはですね、あ、テレビさん。あ、俺か。俺人の仕事をと見られて。いやいや、大丈夫ですよ。はい、どうぞ。これはですね、八王子市からいただきました。はい、匿名希望61歳公務員の男性です。はい、私事ですが、当初武道館で柔道大会のオリンピックボランティアを行う予定でしたが、あ、ボランティアやる予定だったんだ。公務員でね、
無観客となって出番がなくなりました。こういう人、僕リスナーでもいましたよ、はい、なんかよく来る人ね、仕事なくなったんですよなんて言ってました。しかし22日夜パラリンピック開会式のリハーサルに参加できました。あ、そうなの。選手の代わりにアンゴラの旗手を本番さながら、アンゴラの旗手を本番さながらに行いました。リハーサルでね、リハーサルを最後までステージ前に座って見ることができてとても感動し、最高の思い出になりました。素晴らしい開会式でした。もちろんワクチンを2回接種し PCR 検査も行いました。そして職場からもブルーインパルスを見ることもでき最高でした。伊藤さんもてるみさんも体調には気をつけてください。これからも楽しい放送をよろしくお願いします。ありがとうございましたね。こんなことやったんですね。だからこの人はなかなか経験できないよね、これね。そうですね。あ、はい、こちらは富山県富山市にお住まいのラジオネーム、はいはい、栗田さん、18歳の男性ですねからいただきました、うん、こんにちは、久しぶりにメッセージをします。富山県もコロナが他県ではひどいなと言える状況ではなくなってきました。お、そうなんだ。10代なのでまだ接種券も届かず、ワクチン打てる見通しが立っていないので不要不急の外出は極力していません、うん、がスーパーなどに行くとワクチンを打ってるだろう高齢者の方がマスクもせず買い物をしています、うん、それも一人だけ見るのではなく複数人見るんです。人にうつさないという意味ではマスクはするべきですし、うつらないようにという意味で一番大事なので、ワクチンイコール安全大丈夫という考えは改めてほしいと思っています。そうですよね。ワクチン絶対じゃないからね。そうです。ワクチン接種2回完了してもマスクと感染対策は必ず。移っちゃうからね。はい。移って亡くなってる人もいるってことは忘れないでしょ。そうですね。はい。よろしくお願いします。しかしイギリスのサッカーの試合にも全部マスクなしでみんなでワーワー騒いであれ。そりゃ感染するわな。相当の数感染しちゃったんですよね。やっぱちょっとコロナを舐めすぎですよね。何千とかだったんじゃないですかね。そうだよ、クラスター発生しちゃったからな、はい、こちらは港区のラジオネームカズピーさん、40代の男性ですね。ありがとうございます。我が家は坂の途中にあるため、うん、登ってくる方が登ってくる方がかな、これは、うん、小休止できるよう玄関前に小さなベンチを置いています。ああ、偉いな。ほうほう。先週末の朝、うん、ゴミ出しをするため外に出ると缶チューハイの空き缶が4本と、うん、食べ散らかしたおつまみの残骸が酒盛りをした後のようにベンチの上に置かれていました、うん、ダメだな。こういうご時世ですから飲食店でお酒が飲めないことも理解はします、うん、100歩譲ってうちの前のベンチで飲むのもいいでしょう、うん、でもゴミくらいは自分で片付けてくれ。だよ、ね、ダメだよ。もう全くその通り、 100% その通りですね、うん、はい、で酒を飲む人たちっていうのはなんだ気が大きくなって。ああ、まあそうですよね、大体ね。だからいい気分になっちゃうわけでしょ、やっぱね。ゴミを片付けるっていうことは、うん、だからバーベキューにしてもさ、うん、河原でやって、はい、みんな置いてちゃうんだよね。ああ、それはもう最悪ですよ本当にね、うん、だからやっぱそう、人のうちの前で酒を飲ませていただいたっていう感謝の気持ちがないですね、うん、ねえ、ないダメだね。はい。タバコを吸う方も、うん、私自分で吸い殻入れっていうのは持って歩いて欲しいと思うな。まあもうそれマナーとして、それはちゃんとね、うん、そのマナー守れないんだったら酒飲んだりタバコ吸っちゃダメだよね。と思うけど、はい、余計なことでごめんなさいね。いやいや、私街を歩いていて、うん、自分の中のデスノートに書くのは、うん、お前デスノート持ってんの？はい。タバコのポイ捨てする人、ゴミを捨てる人、うんうん、それから痰を吐く人、うん、私がデスノートにちゃんとチェックします。それでプラスして俺の名前書いてねえから、ね、お前殺すよ本当にプラスして関係なく吉田照美ってデスノート書くなよ。だから最近調子悪いんだよさて、これは大阪府は摂津市のラジオネームコータリちゃん、52歳男、会ったことある男ですね、はい。以前の放送でお話しされていたテルミさんとユリトールさんの番組カックン親父とポコチン息子が
関西では違う番組タイトルで放送されていたという話をテレミさんがされていましたが、あの話は本当です。関西ではカックン親父のラジカルトークという健全を絵に描いたようなタイトルです。そりゃそうだよ、カックン親父のラジカルトークの方がいいよね。これね、どう考えても番組タイトルでカックン親父とポコチン息子はおかしいですよね。よくつけたよな林康二さん今制作会社のもうトップですよ。さすがにポコチン息子というタイトルでは他の放送局に番組枠を買ってもらえないと当時の文化放送は判断されたのでしょうかっていうか判断してないからそのタイトルで文化放送では流してたのよ、ね、はい、他ではだから多分それはやめてくださいっていうことになってカックン親父のラジカルトークになったと思いますよ。ちなみに関西ではラジオ大阪のヤングラジオという下ネタご法度の度がつくほど健全なリクエストワイド番組の中で放送されていたため、え、そんな下ネタご法度の番組の中でワイドの中であれ流れてたの、まずいですよあれ。そりゃそうですよ。え、ゆりさんの下ネタマシンのトークにテレミさんの絶妙な返しが効いたこの番組は異色を放っており、関西の一部のリスナーには大受けでした。だってもうあの頃ゆりさんだっていいお年になってたと思うんですけど、うん、夜中に昨日お姉ちゃんに会いたくなってとか自転車飛ばしてとかなんかそんな話するんですよ抑えが効かないですから、うん、でもそれ聞いてみたいです、その番組。そうだよね、俺がなんかの流れの中でうんちくを傾けてしたらうんこを傾けてとかとんでもない受けするんですからもうそれびっくりです追伸、僕はカッコ親父のカッコ親父とポコチン息子の前の番組I Love City から39年間ずっとテレミさんの大ファンです。残念ながら男なんですよね、これがね。本当にこれちょっと番組もう一回作るっていうのはありえないですかね。もう一回作るってあのね、ゆりさんもお亡くなりになってるからあのキャラクターはいないですよね、ああいう人はね。そっか、ね、ね、伊藤さんだってお仕事されてるんだもん。そうや、だですからドラマをやってる時にあの稽古日があるでしょ、うん、それ本読み合わせをしてる最中に目が遠くになってる時があるのよ、はい、ゆりさんの。そうそう、ゆりさん、ゆりさん、うん、ダメだよ、そう何か想像してるでしょわかるかなんて言われてもうゆりさん下ネタ大好きでしたから。そんなですか。ああ、え、じゃあ伊藤さんがたまに遠い目になる時もそういうことなんですかね。うん、違うよ大体ゆりさんのギャグ知らないでしょ。おしゃまんべ、あ、その前にチンチロリンのカックンっていうのがあったんだ。それで、それの後おしゃまんべっていうのがあってくっちゃんまであるんだよ、うん、おしゃまんべで足広げて閉じてくっちゃんっていうところ。これもあの下ネタだと思いますよ、はい、続きまして私がご紹介します、はい、埼玉県春日部市にお住まいのアランドロンコさん、62歳の男性ですか女性ですか。猛暑とコロナとワクチン接種に豪雨、現在がんの治療中で病院の診療の帰りに渋谷周りで帰り、うん、途中で渋谷の新しいビルの一押しのスイーツを友人に少し遅いお中元をしようと、友人の一人に住所を聞くメールをしたら叱られました、うん、なんで？コロナ感染のリスクが高いあなたが渋谷の雑踏で買い物するなんて、今のデルタ株の感染が強いから寄り道しないで自宅に帰ってくださいと、うん、あ、そういうことですね。美味しいスイーツを送ってくれようとしたあなたの優しい心をありがたくもらいますと言われました。ドクターに友人の言葉を伝えたら、良い友人をお持ちですね。今コロナについては相当難しいところに来ています。特に一人暮らしの人が感染したら残念だけど死亡する確率もあります。テレビをつけるとパラオリンピックや甲子園、バラエティのにぎにぎしい内容、コロナに感染したら地獄が待っていますと。この方はがんの治療中でもあるのでちょっと心配なんですね。はい、あのお大事になさってください。くれぐれも気をつけて。はい、こちらは横浜の方、60歳の会社員、ラジオネーム、イカメラの男。うん、これはイパネマの男かな。ああ、数名から来てますね。きっと、しゃれてます、はい。妻がコロナ陽性になりました。もともと喘息持ちで、あら大変だ、診察のついでに気軽に受けた PCR で、見事にストライク。こんな冗談言ってる場合じゃない？ないよね。私も仕事に行けなくなり、うん、昨日から自宅におりますが、うん、妻の八つ当たりが
ものすごいです。あらら、元から短気なんですがいつもの10倍激しいです。うん、一体いつまでこの状況が続くのか考えると悲しくなります。何、普段からとても言葉が荒い人なのかね。そうなんだね。でコロナ陽性でなってやっぱりイライラしてらっしゃるんですかね。いますね、そういう奥さんってね。まあ心では結構優しかったりするんだけど出る言葉が結構きつかったりって人いるよね。実際にあの知人とかそういう人でコロナにかかった人っている？あ、もう結構今多いですよね、知り合いで。俺はまだ近くはいないな、とりあえずは。あ、そうですか。芸能界でも結構多いよね。芸能界が多いですよね。ね、意外と政界、政治家が少ないんだよね。そうなんですよ。意外だよね。何なんだろう。ね、不思議ですよね。すごい不思議だよね。本当だね。本当ですよ。だから、まあ、やっぱ政治家の方の中で、例えば運悪くね、かかっちゃったりなんかすると、もうちょっと考え方が少し変わるような気するんだけどね。なんか、まるでかかってない感じだよな。まあ、たまに芸能界の方がなんか圧倒的に多いよね、イメージとしてはね。あとスポーツの世界とかさ、はい、不思議。コロナ関係 の, あの専門家の先生ってよくテレビに出たりするじゃん、はい、ね、ああいう人たちもかかんないのかね。いや気をつけて、でもかかる可能性はありますよね。だたまにそんなあの追悼されてるあの医療関係の医者の方とかいらっしゃいますよね。もちろん尾身会長がかかったなんていうニュースは聞かないもんね。そうですよね。こだわりパッション、後半も引き続き親父パッションリスナーからのお便りにこだわってお送りします。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、パッション動画配信中、検索は親父パッション。毎週日曜午後3時からは文化放送スポスタミックスゾーン。明日はラグビー元日本代表の大西翔太郎さんをお迎えして、ワールドカップフランス大会に向けてなど2021年のラグビー界について伺います。文化放送スポスタミックスゾーンは明日午後3時から。松崎しげるです。9月6日は黒フェス白黒歌合戦。美しい人生よ。東京ガーデンシアターで行われる黒フェス、出演は桃色クローバー Z、 早見優、豆柴の大群ほか。チケット好評発売中、詳しくは黒フェスで検索。クロイ日本放送の畑中秀也です。9月1日は防災の日です。首都圏に大きな災害が起きたとき、文化放送、日本放送など東京のラジオ局は協力してライフライン情報をお伝えします。ラジオはあなたを守ります。斉藤和美ニュースワイド先取り、日替わりのコメンテーターと一緒に今とこれからにこだわっています。平日午後3時30分からニュースワイド先取り。こだわりパッション、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション。今日は親父パッションリスナーからのお便りにこだわってお送りしております。では照美さんお願いします。はい、これは静岡県熱海市からいただきました、はい。ラジオネーム吉田さん、血圧上がりますよという61歳の人からいただきました。これはなんかあの興奮してた時のことをラジオネームにしてんの。こんにちは。うちはお惣菜とかやってるんですが、男の人ですね。先日のこと、朝揚げ物の注文で昼に取りに来るとありました。しかし昼になっても来ないので電話をすると、遅くなったけど行きますとのことで待っていましたが、都合3回電話してとうとう閉店時間、来ないの。また電話したら、いらないからお宅で食べてだって、ふざけるな、たかが数千円ですが零細自営業には結構リスクなんですよということで、あんたのが血圧上がるじゃん。俺のことじゃねえ。怒ってる。ひどいですね。それは怒るよね、これ。だって3回電話して取りに来るみたいなことを言ってて来ないっていう。で、食べてくださいっていうのおかしいでしょ。金払わなきゃダメだよ。それも高々じゃないよ。数千円って。数千円なんて冗談じゃないよ。本当に。
は請求書送った方がいいんじゃないのこれ。こういうお客様神様じゃないっていうのはいるな、ね、いっぱい。あ、やっぱお客様威張っていいと思っちゃってるね。思ってるんだな。あのレストランとか飲食店にしても予約時間ちょっと遅れるだけでも、うん、すいません遅れますって電話してくれるだけで全然違うんですけど、うんね、平気で遅刻してくる人もいるんですよね。まあ、楽だからいいだろうみたいなね。はい、学校時代も毎日遅刻してくるクラスメイトがいたもんね。あ、それは一番学校に近いところに住んでるやつなんです。そうなっちゃうんだね。だから銀行ガンコンって鳴ってるのを聞きながら目覚めてんじゃないかってよく言ってたけど、ね、舐めてる近いからね、うん、そんなに遅刻はしないみたいな。金原どうしてるよ。金原君なんだ。まさか元日テレの金原二郎さんじゃないでしょうね。底抜け脱線ゲームなんていうのね、はい、懐かしかったな。こちらはファックスでいただきました。板橋区にお住まいの74歳の女性です。ラジオネーム芽が出たアボガドの種さんという方です、うん、今日アボカドだろ。この方アボガドですね。あ、まあ、でも本当はアボカドですね。はい、今日の午前中チャイムが鳴り玄関を開けたら親友の Y さんでした、うん、泣きながらごめんなさいと頭を深々下げて謝り、あ、なんかこれあれですね、オチのある話みたいなね感じですね。どうしたのと聞くと、前日の電話の中で、うん、私に対して失礼な言葉を言ったとのこと。全部気にしてんだね、はい、私は Y さんがストレス溜まっているのと思い気にしませんでした、うん、言葉とコミュニケーションの難しさを感じた午前中でした。今の世の中に似ているなとも思いました。あ、この方は気にしてなかったのに、ね、向こうが気にしちゃってたんだね。 Y さんは気にしてたんですね。自分が具体的にどういうことを言ったのかっていうのが分かんないからね。何でしょうかね。なんだろうね。まあちょっとトゲトゲしくなっちゃってた時にね、きつくなんか言うことって人間あるから、そんな感じじゃないの。はい、はい、まあでもわざわざね謝りに来たっていうのは、謝りに来るっていうのはなかなか ねちゃんとしてる人だと思うけどね。受け入れたいところですよね、うん、はい、こちらラジオネーム昭和の B ちゃん、です。はい、50歳の方で春日部市の方ですね。どうも。私は休みの日になるとベランダで日光浴をしています。全裸になって、えじゃあ日に焼いてんじゃないのね、はい、ベランダだからいいのか、いいんじゃない、見えないのかな、見えるとちょっとね、全裸になってじりじりとした日差しを浴びますと、うん、全身からぶわっと汗が噴き出してきます、うん、麦茶を飲みながら1時間くらい経ちますと、うん、暑さに慣れ体が軽くなるのです。軽くなる。ほう、10年以上前からこの日光浴をしており、うん、初めの頃は日焼けが目的でしたが、やっているうちに暑さに対して強い体になっていることに気づき、今では暑さ対策として継続しています、うん、私は太陽のパワーを全身に吸収し、うん、夏バテ知らずの日々を送っております。すごいね。すごいね。2階のベランダの中は外から見ることができないので、うん、全裸でも問題ありませんって書いてある。男の人？男ですよ。男の人ね。まあ男の人であってほしいですね。いやいや別に女の人だっていいと思う。これまずじゃあ表と裏と両方焼いてんだろうねこれね。まずこうどっち先か分かんないけど、はい、ある程度行ったところで今度裏返したりなんかしてるわけ、うん、すごいね。名前見たらちゃんと男性でした。全裸で日あの日光浴したことはないですよね。ないなぁ。実は意外とあるんじゃない。ほらもうなんか顔が嫌なんだけどこいつ普通はいやないですよっていうのがもうなんかだいぶもう表情でやってんね。でもあんまり太陽浴びすぎちゃいけない。いいよ、ね、いいよね。それはね言われるので答えになってないんだ。もう今はそんなことはやらないですけれども昔はやったのね。みさえどこでやったんだよ。日本じゃないだろう。え？まあ、気持ちいいんじゃないですかきっと。でもあれですもんね、ニースに本当に昔行った時にね、フランスの海、うん、ニース夏ですよ、うん、やっぱもう結構全裸の人もいましたからね。本当に全裸ですか。半裸じゃなくて全裸。半裸じゃなくて、まあ半裸ってことないじゃん。だいたいあの下のね、パンティーだけ履いて上の胸当ては取っちゃってっていう人も結構いたし、だからその頃子供と一緒に家族で行ったけど、なんか最初は興奮するんです。そのうち慣れちゃいますね。風呂みたいなもんですね、あれもね。
あのテレミさんはねご家族同士で湯船に使う。あ、それは俺が子供の頃のその親父の社宅のあれでしょ。結構そういう状況多いですよね。多いよね。ねえ。いやいや、でもニースは有名じゃないの結構。へえ、うん。あ、なんかそういうビーチはありますよね。あるよね。いや普通のビーチだよ。へえ、うん。本当なんだと思ったの。北欧だったらわかるけどね。うん、あの太陽が少ないわけでしょ、ずっと。あ、もうね、だからそういう時にいっぱいこう太陽を取り入れようっていうね、うん、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンあたりの、うん、でも全裸はさすがに思いあんだよ、だって今答えたかった伊藤さんはもしここ全裸 OK って言われたらなります？なります。あ、なります、なります、なります。板橋区の板橋の知らないです。じゃあ次いきますね。お願いします。千葉県袖ケ浦市のラジオネームカボちゃんというね53歳の女性からいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。テレミさん、ズッキーニダメですか？私はズッキーニが大好きでね、父の家庭菜園でリクエストして育ててもらっています。そのまま浅漬けもよし。あ、浅漬けもいいの、うん、きゅうりみたいに。今年一番はジャガイモとウインナーと乱切りにしたズッキーニに塩コショウをしてチーズ焼きしたら美味でした。一本とおっしゃらずたくさんお持ち帰りくださいと。ズッキーニ好きも多いですよね。結構女の人ズッキーニ好きって人多いよな。何ですかね、なんでだろう。伊藤さんもそんなズッキーニは食べたことないでしょ。ほとんど食べたことはない。いや伊藤さん実は召し上がってるんだけど分かってないんじゃないですか。キュウリだと思ってるのかもしれない。ねえ、なんかな、多分伊藤さんの奥様だったら出すような気がするんですよね。出してるような気すんな。ズッキーニって意識してないで食べてるっていうね。そうそうそう、実はすごい食べてたりします、ね、本当はもうズッキーニ好きかもしれない。ズッキーニ好き意外とキュウリよりも好きだったりなんかして、ね、うまいキュウリだ なほっといて奥さんも黙ってる。あ、いやズッキーニは美味しいですよ。あ、そう、食感もいいですし、はい、キュウリと比べちゃいけないんでしょ。違うもの、まあ、違うものと思った方がいいんですか ね、はい、うん、こちらファックスでいただいております。お三人様こんにちは。どうも。ということで富山市にお住まいの71歳のモナリザさんという女性からいただきました。さて毎日毎日コロナ患者が増えていて怖いです。富山の方ですけどね、うん、県外に住む娘夫婦や孫に、もう2年以上会っていません。あ、大変だな、うん、会いたくて会いたくて毎日娘の名前を呼んでいます。あらら、私も年なので、まあ、71歳 ほぼテルミさんと同じぐらいですけど、このまま会えないかもしれないと思うととても悲しいです。コロナが憎いです、うん、まあ、こういう方多いと思いますよ、まあ、みんな我慢してたりなんかするんだよね、はい、うん、かわいそうなのはなんか修学旅行がなくなっちゃうっていうのはね、あんなに楽しいものないもの。そうですね、修学旅行もあと海の学校とか山の学校とかクラブの合宿なんかも全然今できませんから、ね、なくなっちゃってかわいそうですよ、はい、たくさんのお便りありがとうございました。この後はがきパッションのコーナーでもご紹介いたします。では、夏休みもう終わり、もしかしたら夏休み長引いてるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども ね地域によって違うみたいな、はい、この曲をお送りしましょう。吉田拓郎の夏休み。麦わら帽子はもう消えた、田んぼのカエルは
してあげたの。いやー、暑いですね。電気コードが熱くなると火災の原因になることがあります。コードは流せる電流を確認してから使いましょう。8月は電気使用安全月間です。電気は正しく安全に。関東電気保安協会。文化放送が運営する落語専門サブスク落語の文化と産経新聞社の産経落語がコラボしてお送りする桂宮司の楽楽本舗。落語の文化と産経落語、毎週リレー方式でどちらかのサービスから配信しています。宮司師匠へのメールも募集中。あと宮司と西川アナに何やってもらいたいのか企画案も募集。宮司アットマーク joqr.net でメッセージお待ちしております。気象予報士伊藤よしかと鈴木純子が出した本、自然災害から身を守る知恵、気象災害と地震に備える、災害の実例と対策の最新情報をあなたに。急流堂から税込み1650円で発売中。はがきファッション、はがきファッション。はがきパッションのコーナーです。では伊藤さんお願いします。匿名希望です。こちらはもう住所も何もないのかな。地元の千本浜海岸には、千本浜って確か沼津の方だよ、連日朝早くから釣り人が押し寄せています。防波堤は車2台がすれ違えるのですが、びっしりと並んでいるので自転車でさえ通行できません。この方たちが去った後にはゴミがすごいんです。またかよ。このゴミを処分するのは地区の方々の奉仕作業により成り立っています。中にはとんでもないやつもいまして、千本松原の中に脱糞してあること。ひどいねそれは。これらほぼ全ては関東圏からの輩の仕事です。来ないでください。お願いします。コロナばらまいていくのが関の山ですから。いや、コロナもばらまくし、脱糞してばらまいてるでしょ。ひどいですね。脱糞はダメだろ。ダメですよ。千本浜、俺確か小学校の時の修学旅行だ。千本浜、静岡にいたからまだ。ああ、そうなんですね。そう、修学旅行。千本浜から沼津から船に乗って、そこが抜けてあのガラスになってて、下が見えるっていう船に乗って、グラスなんとかですね。それで水戸浜っていうところ行ったな。ただ沼津通ってたら映画の看板があって、ジョセフ・コットンがいたけど、あれは何の映画だ。伊藤さんの記憶力のポイントが分かんないですね。分かんないよね。なんでそんなところを覚えてるんだろうっていう。そう覚えてるの。分かんないよ。ああ、いくらお小遣いもらって行ったんだっけかな。うん、思い出さない、それは。はい、まあ、はい、この方は怒ってらっしゃるんですね。はい、はい、そう、脱糞はいかんな。脱糞はダメ、とんでもないですよ、ね。はい、お前は犬かって話ですよね。持って帰ってください。持って帰らなきゃダメだよね。てか、しないでください。首輪をつける。持って帰るって、そこでしないでください。まあ、まずし、はい、でも、どうしようもなくしちゃった放送作家いたから、ね。それは、駅の踊り場で。NG です。ダメです、それ。やらないでください。隣の放送作家によくあるよねって言ってた。ないですから。ダメです。はい、さて、これは草加市からいただきます、はい。ラジオネーム、いつでも夢を、女性からですね。大したことではありませんが、ちょっと嬉しくなった話、あ、こういうの聞きたいですね、はい。先日道を歩いていると、
前にお母さんと小児くらいの女の子と4歳くらいの男の子が横一列で歩いてました、うん、家族3人でね。私の気配を感じるとさっと道を開けてくれたので、あ、どうもありがとうございますと言うと、後ろで女の子のささやき声が、まあまあ、あの人今ありがとうございますって言ったよ。するとお母さんは、そうね、ちょっと嬉しいね、女の子、じゃあ私たちも何かしてもらったらありがとうっていうことにしようか。そうしよう、そうしよう、みんなが嬉しいものね、とお母さん。私もなんだか嬉しくなり、後ろを振り返るとニコニコしながら手を振ってくれました。いい話です。わあ、ね、こういういい話はいいですね。いい子だね、これね、ちゃんとそれに気づいて、はい、ね、まあ、あの人今ありがとうございますって言ったよ。お母さんがちゃんと、そうね、ちょっと嬉しいねっていう返しがいい。そこがまたいいんですね。脱粉とは偉いじゃないかな。脱粉の後にこれを紹介するのがね、口惜しいです。脱粉だ。脱粉だ。せっかくいい話だったのに、また思い出しちゃった。はい。こちらは、名探偵モンクさん、大阪市にお住まいの男性からいただきました。ありがとうございます。先日友人と電話で話していて、うん、ワクチンに異物混入というニュースの話題になり、うんうんうん、友人は俺は大丈夫やったわと報道されたロット番号と違うことを確認したとのことです。確認したんですね。それは確認するよね、やっぱな。はい。自分が打ったワクチンのロット番号はワクチンの接種券を見ればわかるということで、あ、これビンさんもおっしゃってましたね、うん、私も念のため確かめてみると、見事というかなんというか、うん、私が受けたワクチンは報道されたロット番号でした。らら、大阪の方、今のところ異常はありませんし、報道でも万が一異物が体内に入っても体に異常をきたすことはないだろうということでしたが、気持ちのいいものではありません。そうだよ、宝くじの番号は当たらないのにこういう番号は当たるんですよね。うん、まあ、どう大丈夫だって言われてもやっぱりまだね、ちょっと怖いですよね。分かんないから ね、 ね、短いスパンで大丈夫なのか、長いスパンでどうなのかとか、はい、いろいろあるから、ね、それ分かんないですからね、うん、はい、はい、こちらは八王子の方、ラジオネームクールなルーク、はい、あ、はい、ありがとうございます。69歳の方、うん、男性です。はい、あまりに暑い日が続くので外出を控え、うん、昔の日記を読み返していました。おお、はあ、1990年から1993年まで読みました。まだずっとじゃ書いてるんですね。だろうな、ね、懐かしいことや人の名前が出てきますと、うん、その中にちょいちょい出てくる女性がいます。お、実名で書いてあります、うん、よく2人で飲みに行ったり誘ったり誘われたりしていたようです、うん、なんかこう人ごとのようにし、うん、私は妻子ありですが彼女は独身で私より10歳若いとあります、うん、しかし彼女の名前も顔も全く記憶がありません。え、そんなことあるの？失礼だな。あんなに良い感じになっていたのに残念です。残念じゃないだろ、うん、そういうのは、ね、なんで忘れちゃうんだろう。その彼女も今還暦間近のはず、お元気なのでしょうか、うん、そんなことで時を過ごしたお盆でした。何なん？そんなの忘れちゃうものですか？だって日記に書いてたら余計刻まれると思いますけどね、記憶にね。な、これどういうハックス？いや、だからこのやっぱり自粛生活の中でこの夏自分の思い出ですよね。でもショックだったんじゃないですか、本人も。だってそんなね、多少付き合いがあったのに、その日記にも書いてんのに、なんかもう覚えてないっていうのは。名前も顔もってない。それすごいね。名前もそこには書いてあるわけでしょ。それでも思い出せないっていうのは、そんなに気がなかったんでしょうね、この男の人は。多分そうだよね。まあ、でも確かに今、2、30年前のことを振り返って、覚えてない男の人の名前と顔とかって結構いっぱいありますよ。また随分開陳し始めましたよ、またこの女が。また得意分野ですからこれね。ありませんか、テルミさんはないですか？いや、あるよね、それはね。ありますよね。それはあるよ。一言になんで俺もあるのかね。
ありますよ。若い頃は多少ほら振られたりなんかしたこと多いじゃん。そうすると、うん、その女の子の名前でもちょっと忘れたりしてるよね。ありますよね。伊藤さん今日記はもうつけてないんですか。つけません。え、メモも、もう何年になるかな、つけなくなって。昔あんなにつけてらっしゃったのに。そうだよ、文化放送の、ね、ダイアリーでね、はい、しかもリアルタイムのその年のじゃない古いやつ使うっていうね。そうです、そうです。それ珍しいよね。はい、もったいないからって、ね、もうなんでやめちゃったんですか。何にもならないから結局。いやでも日記ってそんなもんじゃないですか。うん、まあそうなんだろうけどね、うん、なんだか虚しくなってきて、あ、書きつけることがね、うん、あ、僕もだから一時期ずっとだんだんメモみたいになっていっちゃいましたね。前は若い頃はこの時のこと、この状況にこう思うとかね、うんうん、あのなんか嬉しかったとかそういうこと書いたのがだんだんそういうのがなんか誰かに読まれちゃう可能性もあると思うと、なんかあんま本心を日記なのに書かなくなるみたいなね感じになった。え、つけたことあるの。いや、あんまり。でもテレミさんの場合は今ほらあの絵を描いて自分を表してらっしゃいますから、うん、表してらっしゃるから、それが何年、うん、何十年後かに、うん、あ、俺はこういう絵を描いていたなっていうことで自分を、今あんま絵描いてないからね。あ、そうなんですか。むしろ漫画描いてるから。そう、そっちの方がなんか絵はさ、なんか風刺が描いてるうちに嫌いな人とか嫌なことをずっと描いてるのが嫌になってきちゃった、だんだん。私だからあのテルミさんの絵を拝見して、うん、実はテルミさんこの人のこと好きなんじゃないかなって。そうでしょ。だからそういうのも尺だしね。そうじゃないから、だからね、はい、今ちょっとあの風刺が描かない漫画の方がなんかいいかなと。まあ漫画もある意味ね、まあ自分のことだからね。日記もね、私は最初から自分が日記をつけるってことはしない人だったの、うん、それは文化放送でくれたから日記帳、はい、分厚いね、ダイヤリー。今なんか文化放送作ってないでしょ。もう今はないです。やめちゃったね、はい、経費削減です、はい、はい、別に日記をつけることは好きではないんだけど、ね、ないもんね、はい、さてこれはですね、新潟県新潟市からいただきました。あ、たまにくれる人だね、会長さん。でもなんか漢字でこう本名書いてあるけど、一瞬女の人かなと思うような名前なんて男なんだ。ほら、この人、女の人みたいでしょ。あ、本当だ。男なんで、45歳。ね。会長さんです。皆さん、こんにちは。こんにちは。先週の放送でリスナーさんがクジラ汁の話をされていましたが、はい、お三人さんはクジラ汁を食べたことがないとおっしゃっていましたが、はい、ないない。全国的にあるものだと思っていました。そうだよね。自分が食べたりすると、これみんな食べてんのかなと思うんだよね。ネットで調べてみると、新潟、山形、福島、北海道など、一部の地域で食べられているものだと知りました。クジラ汁。ツイッターでもクジラ汁を知っているリスナーさん、知らないリスナーさんがいて、へえ、そうなんだと思った次第です。お三人さんも機会がありましたら、クジラ汁を食べてみてください。どういうもんだか教えてほしいですよね。そうなんだよ、言葉でね。あ、なんか、あ、これ、え、あ、ちゃんと写真が。うん、こういう、こういう写真。普通のけんちん汁みたいな。なんかけんちん汁だね、僕らが知ってる。はい。美味しそう。クジラはどうなんですか。この赤く、青く囲っているのが、青く丸にしたの、これクジラなの。これクジラ？ね。なんかキノコみたいですね。そうだね、キノコを切ったみたいな感じだね。伊藤さんも食べたことないですよね。ないない、もちろん。ああ、どういう、けんちん汁みたいなんだよね。味は ね、まあ、ちょっと一回機会があったら食べてみたいと思うんですよ。そんな嫌な感じじゃないもんね、うん、でもどこで食べられるのかっていうね感じですよね。だから言ったでしょ、さっき。いや、新潟、山形、福島、北海道など一部の東京だとなかなか食べられないですよ ね、 ね、はいはい、クジラ屋さんとかで食べられるのかもしれないですね、うん、あるかもしれないね、はい。いろいろなおはがき、メール、ファックスありがとうございました。その日のテーマに限らずどんなことでも結構です。身近で起こったエピソードや最近気になっていること、番組への感想、ご意見などお寄せください。はがきは郵便番号 105-8000 に文化放送、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、はがきパッションの係。メールは親父アットマーク joqr.net、 oyaji@joqr.net です。その他詳しくは番組のホームページをご覧ください。伊藤志郎、吉田テルミ、親父ファッション。時刻4時54分です。文化放送交通情報、日本道路交通情報センターの鈴木さん、お願いします。はい、高速道路の状況です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで事故のため5キロの渋滞です。
東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で事故のため12キロの渋滞です。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間35分です。東京2020パラリンピック競技大会に伴った交通規制のため、中央道の上りは八王子料金所で9キロ、常磐道の上りは三郷料金所で12キロの渋滞です。首都高速道路でも交通対策が行われているため、4号線の上りの永福入り口など多くの入り口が利用できなくなっています。日本道路交通情報センターでした。はい、佐藤さん、ごめんなさい、鈴木さんでした。次の文化放送交通情報は5時54分ごろお伝えします。では親パチセット当選者5名の方の発表です。東京都練馬区のふーさん、千葉県市原市のうるせっちゃさん、埼玉県草加市の毎日バナナさん、千葉県松戸市肩こり K さん、東京都江東区下町の活動屋さん、5名の方当選おめでとうございます。さっきの結局薬局郵便局じゃないけど、子供の頃のなんか不思議なこと言ってたの共通かな。みっちゃんみちみちなんて言った？そういうことあるよね。あ、それは言ってました。ここは言った。あと、はい、最近そのあの何ですか、ワクチンでアストラゼネカってあるじゃないですか、あれと似てる言葉でアキストゼネコっていうのをやっぱ思い出す人が多くて、伊藤さんアキストゼネコ知らない？知らない。みっちゃんも知らない？え、わかんない。アキストゼネコっていうのはね、あは愛して、きは嫌い、つは好き、とはね友達、ずっとこうあって、で例えば2人の名前をこう入れて、好きな子の名前と自分の名前入れて、それがどれになるかっていう、で友達になると、ああの愛してるんだと、うわー嬉しいみたいなことを裏でやってる。知らない、知らない。アキストゼネコ知らないんだ。知らない、もう思っても知らないの。じゃあこの番組もうすぐさよならなんだけど、さよなら三角また来て、近くは遠く言ったの、それはやりました。それは知ってるよね。ああ、そうなんだ。へえ、キストゼネコはちょっと知らなかったですね。さあ来週です、はい、あ、来週はですね、9月4日、はい、もう9月になりますけれども、さよなら夏の日にこだわるということで、皆さんにとって今年の夏はどんな夏だったか、なんか去年と今年はちょっとこう漫然と過ぎていった感じでしたかね。なんかやっぱメリハリがないですよね。メリハリがない、ね、同じようなことがずっと続いてるからね。だからね、俺7月になったり8月になったりしたのがよく分かんなかった。分かんない、確かに。大変ですけど、はい、さよなら、まあね、夏の日にこだわります。お待ちしております。また来週です。さよなら。ヤクルト。なんかあれだね、最近会社辞めるのもメールでだったり、いらないものもネットでどうにかしちゃうんでしょ。え、これヤクルト届けてネット、ヤクルト400とかがネットで簡単に頼めるのよ。ネットもいいとこあるよね。ヤクルト届けてネットで検索してみて。ヤクルト。今日は俺様悪玉菌の愚痴を聞いてくれよ。最近さ、俺様の大嫌いなあの乳酸菌シロタ株が400億個も入りやがったヤクルト400がネットで頼めるようになっちまったんだよ。店じゃ買えねえっつうからまだいいかと思ってたのによ。あー超ムカつく。俺様絶対ヤクルト届けてネットで検索なんかしねえかんな。絶対だ、検索なんかしねえ。リニューアル工事のお知らせです。9月6日から大井松田インター清水ジャンクション間で工事を行います。渋滞が予想されますので、小田原厚木道路や新東名への迂回をお願いします。詳しくは東名工事で検索。ネクスコ中日本。8月30日月曜日から9月3日金曜日まで5日間にわたってお送りする NHK 民放連共同キャンペーン、ラジオの証言、災害を語り合う。TBS ラジオ、文化放送、日本放送、東京 FM、JWAVE、そして NHK ラジオのパーソナリティが、毎日全国各地のラジオ局のパーソナリティと、災害とラジオというテーマで語り合います。各局の放送時間などは、ラジオの証言、ウェブサイトでご確認ください。
放送局の垣根を越えたパーソナリティ対談、ぜひお聞きになってください。ねえ、食べログモールっていうグルメ通販サイト知ってる？え？あの食べログがお取り寄せサービスを始めたの？うん、予約困難なお店に行列店、隠れた名店のお取り寄せができるんだよ。何それ、気になる。しかも商品の特徴からおすすめの食べ方まで丁寧に解説されてるの。すごい、私も食べログモール検索してみよっと。食べログが5時をお知らせします。